頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはライダックコンクシェル。この馬も好スタートを切りました。コンクシェル前へ行きます。コンクシェル先手を取りました。内を通ってアスコルティアーム、これに続いてフィアスプライド、フィールシンパシー、それに続きますラリューエール、そのうちに続いています。その外からコスタボニータ、その外にライラック、内からマスクとディーバ並んで5番ブレイディーベーグ、少し開いてシンティレーション、すぐ隣にセントカメリア、オレンジの帽子モズゴールドバレル、その後ろ内からはハーパー。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。その後ろからはモリアーナ、最後方にブージュリナージュ、この辺りで各馬大ケヤキの向こう側を通過。この辺りで先頭が変わりました。アスコルティアーム、コンクシェル、ほとんど差がありません。間を挟んでブレイディーベーグ3番手、一番前にはアスコルティアーモ、外から追い上げてくるマスクとディーバ、先頭に立つのはコンクシェル、外を通って先頭はマスクとディーバ、残り 200m を通過して差が開いていきます。マスクとディーバ先頭、マスクとディーバ、ゴールイン、ブレイディーベーグ2着です。3着はモリアーナ、勝ったのはマスクとディーバ、このレースを制したのはマスクとディーバ。スタートしました。フィアスプライド、これはいいスタートを切りました。アスコルティアーム、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてアスコルティアーム行きました。アスコルティアーム先手を取りました。これに続くのがフィアスプライド、ラリューエール、この馬もこのグループ、外を通ってコンクシェル、その後ろにフィールシンパシー、隣にはコスタボニータ、これに続いてブレイディーベーグ、すぐ後ろにマスクとディーバ、ここにつけたのがセントカメリア、その外にシンティレーション、すぐ隣にモズゴールドバレル、その後ろからはモリアーナ。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない流れです。この辺りで各馬大ケヤキの向こう側を通過。さあ先頭は依然として2番アスコルティアーモ、アスコルティアーモ後続を引き離す。コンクシェル先頭に襲いかかってきました。先頭に立つのはアスコルティアーモ、ブレイディーベーグ、ここからが勝負どころ。一番前にはアスコルティアーモ、2番手以下も差がなく続く。先頭に出たのはブレイディーベーグ、残り 200m を通過してブレイディーベーグ、余力は十分か。さらに引き離していきます。ブレイディーベーグ1着、2着は微妙です。勝ったのはブレイディーベーグ、このレースを制したのはブレイディーベーグ。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、花を切ったのはアスコルティアーム、アスコルティアーム先手を取りました。この位置にラリューエール、外を通ってフィアスプライド、その外にコンクシェル、内を通ってコスタボニータ、その後ろにフィールシンパシー、内からはブレイディーベーグ、すぐ後ろにマスクとディーバ、モズゴールドバレル、上がっていきましたハーパー、それに続きます。その外からセントカメリア、その横にシンティレーション、外にはブージュリナージュ、ここにライラック、最後方にモリアーナ。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。各馬大ケヤキを通過。さあ先頭はまだ2番アスコルティアーム、コンクシェル、ほとんど差がありません。間を挟んでラリューエール3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。コンクシェル、ここで先頭に躍り出た。しかし後ろとの差はわずか、これはどうだ。コンクシェル先頭です。しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m を通過して先頭をかわしたコスタボニータ、モリアーナ先頭、コスタボニータ、モリアーナ、わずかにコスタボニータ体勢有利。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。花を切ったのはコンクシェル、先手を取ったのはコンクシェル、内からはアスコルティアーム、並んで3番ラリューエール、外にはフィアスプライド、その後ろにコスタボニータ、その横にフィールシンパシー、内からブレイディーベーグ、この位置にマスクとディーバ、ハーパー、すぐ後ろその外にシンティレーション、この集団にモズゴールドバレル、これに続くのがセントカメリア、その後ろにライラック、モリアーナ、そのうちに続いています。これはややスローペースです。後方勢には厳しいところ。しんがりからブージュリナージュ、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。
さあ先頭は依然として12番コンクシェル、ビアスプライド、ほとんど差がありません。間を挟んでアスコルティアーム、3番手。さあいよいよ直線の攻防、コンクシェル先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。マストディーバ、手応えは悪くない。先頭に立つのはコンクシェル。さあマストディーバ一気に来た、200を切った。モリアーナ追い上げてきた、モリアーナ抜け出す、マストディーバ離されていく、モリアーナゴールイン、マストディーバ2着です。その後ろにルージュリナージュ、勝ったのはモリアーナ、このレースを制したのはモリアーナ。スタートしました、ラリューエール、好スタートを切りました、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがラリューエール、先手を取ったのはラリューエール、アスコルティアーム、それに続いています。その外からコンクシェル、内からビアスプライド、その後ろにコスタボニータ、ブレイディーベーグ、そのうちに続いています。外を通ってフィールシンパシー、ここにつけたのがマスクトディーバ、緑の帽子セントカメリア、その後ろ、その外にモズゴールドバレル、これに続いてブージュリナージュ、内からはモリアーナ、外にはライラック、並んで10番シンティレーション。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。各馬大欅を通過、前はラリューエール、まだ粘っています。コンクシェル先頭を捉えに行く、間を挟んでフィールシンパシー、3番手。さあいよいよ直線の攻防、コンクシェル先頭です。外から追い上げてくるハーパー、一番前にはビアスプライド、外から勢いよくハーパー先頭、200を切ったハーパー、伸びてきた、並んでいます。ビアスプライド先頭はハーパー、ハーパービアスプライド2着に入ったか、3着にブレイディーベーグ、勝ったのはハーパー、このレースを制したのはハーパー。スタートしましたコンクシェル、これは好スタート、ラリューエール、この馬も好スタートを切りました。アスコルティアーム、この辺りも前へ行きます。アスコルティアーム先手を取りました、ラリューエール、それに続きます。外を通ってコンクシェル、ビアスプライド、それに続いています。これに続くのがフィールシンパシー、隣にはコスタボニータ、内からはブレイディーベーグ、この位置にマスクトディーバ、緑の帽子セントカメリア、その後ろモズゴールドバレル、この馬もこのグループ、すぐ隣にブージュリナージュ、シンティレーション、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬大欅を通過、さあ先頭はまだ2番アスコルティアーム、外を通ってコンクシェル、間を挟んでフィールシンパシー、3番手。さあいよいよ直線の攻防、一番前にはアスコルティアーモ、外を通って先頭はコンクシェル、アスコルティアーモ懸命に足を伸ばす、先頭にコンクシェル、あと 200m、 ブレイディーベーグ、ここでやってきた、マスクトディーバ粘り込みを図ります。ブレイディーベーグ追いすがる、マスクトディーバ、マスクトディーバ勝利です。2着はブレイディーベーグ、勝ったのはマスクトディーバ、このレースを制したのはマスクトディーバ。